南口大久保駅は東京都新宿区百人町一丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は JB09。当駅には観光線を走る中央、総武線各駅停車のみが停車する。また、特定特市内制度における東京都区内に属する。大宇本線の大久保駅あるいは山陽本線の大久保駅と特別するため、 当駅発着の切符には大久保と印字される JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅。島式ホーム一面二線の高架駅である。出入り口は北口と南口の2カ所。北口には指定席券売機が設置されており、指定席特急券などを購入することができる。南口は2014年2月16日の駅。 遠隔操作システム導入に伴い、無人化された。かつて、中の方に折り返しようの引き乗船が設けられていたことがあった。2020年度の1日平均乗車人員は19,092人である。近年の1日平均乗車人員の推移は、下評の通り。駅近辺は、韓国、朝鮮料理やタイ料理などのアジア料理店や、定食店などが多い。 また、周辺には、専門学校が多く立地する。駅西側の小滝橋通り沿いは、隣の新宿駅まで、ラーメン店の激戦区となっている。北口からは新大久保駅まで東へ、約300メートルほどである。しかし、東隣の新宿駅で山手線に乗り換えられるので、接続駅としての機能はない。地元住民などが、目的地に応じて、駅を使い分けている。 なお、ダイヤ乱れなど、長時間運転見合わせになった時は同駅へ、迂回乗車の案内がされる。南口のすぐそばにある壁画は、近くに所在する日本電子専門学校の有志一同により、数年ごとに描かれている。この壁画の制作には、過去にゲームクリエイターを経て、漫画家になる井上淳也も参加していたが、その時に描いた壁画は1998年頃に、 今の壁画のもとに塗りつぶされてしまっている。ジャッキー・チェン主演の映画、新宿インシデントのラストの銃撃戦で、南口コンコースが登場しており、実際にロケが実施された。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。